高3のメムチャです。 YouTube で配信してます。よろしくね。こういうのも出るのね。かわいい。かっこいい。役者さんって憧れる。ほら、かわいくて、見て見て。かわいいね。だる。知ってるよ。最近登録者数増えてうわうわなんでしょ。事務所の取り分ゴーゴーなんでしょ。マジですか。うち8人、羨ましいな。ほら、特上盛り合わせ追加じゃい。思う存分食えよ、ガキども。わーい。でも、私たちより心配なのは。なんで。メムのやつが台風の中お前が出かけて、なのに全然帰ってこないって探し回ってんだよ。みんなが写ってる映像や写真って言われても、そんなたくさんはないよ。言うて100枚あるかないか。めちゃくちゃあるじゃねえか。アクタンは何曜日の何時にアップするのが一番リツイート数稼げて、何文字程度の投稿が一番インプレッション高いか知ってるの。こう見えてバズらせのプロなんだけど。それくらいいいじゃん、取ってあげなよ。うん、はい。ほら、アカネにだけなんか素直。ほらほら、好きなんか。やめろ。マジでやめろ。イヤホンのガチじゃん。とか言って、愛の演技してる茜に赤くなってたくせに。うん、うん、ここだけの話だよ。私、もともとアイドル志望だったんだ。じゃあ、うち来たら。B 小町に私が。そんな冗談。あなたはスカウトマンとして雇うべきだったのかもね。人気 YouTuber にしてインフルエンサー、メム。アイドルに興味あったのは意外だったわ。その顔だと何か言わなければいけない事情がありそうね。年齢、サバ読んでるのでしょ。わかりますか。別に気にしないわ。本当ですか。よかったです。ね、本当はいくつなの？本当は…ふむふむ。ガッツリ持ったわね。申し訳ございません。いくつ持ったの？3歳くらい、その倍。持ったな、お前。夢を終える環境が整った時には夢を終える年齢じゃなくなってた。まだその頃は高校休学中の身だったもんだから、現役 JK 過去笑いみたいな感じでやってたら、なんか思いのほか受けて、登録者数とかめちゃくちゃ増えちゃって、引っ込みつかなくなっちゃって。25がアイドルなんて。そんなことないよ。メムチョだ、本物。かわいい。よろしく。かくして私たちのグループにメムチョが加入。新生 B 小町は正式なスタートを迎えるのでした。